ドゥンボビツァ川は、ルーマニアを流れる河川である。イエゼル山脈とファガラシュ山脈を隔てる峠、カーメートラオティキュレーを水源とし、ブカレストを抜けた後、ブデシュティ付近であるジェシュ川に交流する。全長は 286km、流域面積は2824平方キロメートルである。ドゥンボビツァ県は、この川にちなんで名付けられている。ドゥンボビツの名前は、 スラブ語に由来し、かつて、ワラキア平原の多くの森の中を流れていたことから、多くを意味する DB が元となっている。バレアブラドルイよりも上流部分はバレアボーケソルーとも呼ばれる。何世紀にもわたって、ドゥンボービツァ川は、ブカレスト市の主な水源としての役割を果たした。ブカレスト市内には数十の井戸が掘られていたものの、ほとんどの水は、 水運び人によって配布されていた。ブカレストの伝承では、トゥンボビツ川の水は甘いとされ、18世紀の初めにおいても、アントン・マリア・デルキアロは川の水を輝いていてきれいだと評している。しかし、18世紀末になると、ブカレストの人口が増加し、川はきれいさを失い、これに伴って水道橋が設置されることとなる。噴水のついた最初の水道橋は、 アレクサンドル・イップシュランティの時代に建設された。また、ドゥンボビツァ川には多くの水車が設置され、そのほとんどは王族やボヤールの修道院が所有していた。ブカレスト市内では、かつて、二つの支流がドゥンボビツァ川に交流していた。ドゥンボビチオアラ川は、ウガンを流れており、スファイアンティオポストリ通りあたりに交流地点があった。ブクレシティオアラ川は、アイコン庭園の池から流れてきていた。 加えて、ガーリータという支流が分かれており、アストラブーという名の島を形成していた。ブカレストではよく洪水が発生し、特に土地の低かった砂岩では氾濫が多かった。1775人の大洪水の後、洪水を防止、または軽減するために、イプシランティは放水路の建設を命じた。1813年には、ヨアン・カラドジャが川底を整備することを決定した。 また、1883年には、洪水から、中心地区を守るための再整備事業において、1970年代には、ブカレスト地下鉄の建設において、それぞれ水路が建設された。さらに、1986年には、クルンガシ地区とミリタリ地区の間で、ダムが建設され、モリー湖という人造湖が生まれた。ドゥンボビチュアラ川に船舶が航行するのは、不可能であり、 1902年には船を通す試みが行われたが成功しなかった。ブカレストのドゥンボビツ川川湾ではもともと人口が少なかったこともあり、川にはほとんど橋がかかっていなかった。ボヤールの土地は川の両岸にまたがっていることがあり、ここには人道橋が架けられた。現在ではブカレスト中心部において16本の橋がかかっている。ドゥンボビ川の流路には、 ルカル、ドラゴスラベレ、ストイネシティ、マルクフロリ、クンレシティ、ブルカナバイ、ボイネシティ、マネシティ、ドラゴミレシティ、ルチエニ、ヌチェト、コンツェシティ、ルングレツ、キアジュナ、ブカレスト、プラタレシティ、バシラツイ、ブデシティの街が存在する。ありがとうございます。